今回は3次式の展開を学習していきましょう。括弧 x プラス2括弧閉じる3乗を3次式の展開の公式を利用して展開してみましょう。まず3次式の展開の公式は括弧 a プラス b 括弧閉じる3乗イコール a の3乗プラス 3a の2乗 b プラス 3ab の2乗プラス b の3乗です。次に公式に当てはまる a と b を見つけていきましょう。そうすると a イコール x、 b イコール2とわかります。最後に公式に当てはめて計算していきましょう。括弧 x プラス2括弧閉じる3乗イコール x3 乗プラス 6x の2乗プラス 12x プラス8です。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解いてみましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしましょう。丸一番の答えは x の3乗プラス 3x の2乗プラス 3x プラス1です。丸二番の答えは 27a の3乗プラス 27a の2乗 b プラス9ab の2乗プラス b の3乗です。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。括弧 x プラス2括弧閉じる3乗を3次式の展開の公式を利用して展開してみましょう。まず括弧 x プラス2括弧閉じる3乗を公式の a と b に当てはめてみましょう。そうすると a イコール x、 b イコール2とわかります。最後に公式に当てはめて計算していきましょう。これで今回の学習を終わります。